自分のやってることを相手に理解してくれとか、自分の重要性を分かってくれっていうようなことを言い出すとトラブルの原因になるんですけど、お互いが自分の世界の中にいて、でそれを主張しなければ、そこの性的な関係が非常にうまくいってれば、調和して仲良くやっていけるよっていうのはアーバン博士の説なんですね。で僕はこれは可能だ、本当だなと思うんですね。でそれとそれ以前のレベルで、さっき言ったみたいに、その性的な部分というのを下の方ですね、体の部分がうまく機能して性交渉がうまくいくために、心のレベルで不満を持ってたら うまくいかないわけですよね。でそれがそのなんていうか、お互いの世界観とかものの考え方の違いから口論とか喧嘩になって、でそういうふうに喧嘩になって、まあアーバン博士は夕方のテーブルでね、夕食のテーブルでお互いに激しい口論しといて、で夜に性交渉がうまくいくっていうことは考えられないよと いうことを言ってるわけですね。でそれは本当にそうだと思うんですよ。だからそういうふうな口論とか喧嘩とかっていうのが、やっぱり性交渉がうまくいってるカップルでもやっぱり起こりうるし、起こると思うんですよね。でそこの部分っていうのは、お互いに包み隠さず、どんなところに不満があって何が気に入らないのかっていうのをやっぱ正直に言わないといけませんね、お互いに。僕はすごくそこが欠けてるなっていう気がします。まず僕は中学生ぐらいからちゃんとした性教育、小学校の高学年ぐらいからいると思ってるんですね。でそれはアーバ博士も言ってますけど、女性の裸っていうものを自然に見れるような環境を作ってあげなさいっていう、例えば一緒にお風呂に入るとかね、小学校の高学年。僕はね、小学校の6年生まで女風呂入ってましたから、銭湯で。もうすごく自然だったです。女性に対する性欲っていう感覚なかったですから、なんでないのかっていうと、ずっと母親と一緒に風呂に入ってるから、目覚めないんですね。そういう性的な感覚っていうのが、でそれは僕にとってみるとすごく幸福なことだったなって思います、今から考えると。で中学生になってから男湯の方に弟と一緒に入るようになったんですけどね、やっぱりできる限り長い間お母さんと、男の子、お父さんと女の子っていう形で裸をね、自然に見せてあげるっていうのはやっぱ大事なことじゃないかなっていう気がしますね。でそれと、もう一つ、中学生、高校生の思春期の時に大切なことは、この本でも言ってますけど、性についてる罪悪心は絶対いけないということですね。それをさせないようにということを言ってます。で僕も本当にそう思います。性を罪悪視すること、そういうふうな恐怖感を植え付けることっていうのを絶対にしないようにする。でそれと男女の心の構造の違いを教えていくっていうね、これがものすごく大事で、そういうふうな形で間違った性交渉をすると、エネルギーがね、余っちゃうんですね なんていうか、性によって正しくエネルギーというのは中和されて消耗するんですけど、その鬱産がうまく行われないので、エネルギーが余って過剰になってしまうんですね。その余ったエネルギーが病気を作っていくわけですね。ですから、もう性交渉の誤りで病気になるっていうのは非常に多くて、更年期障害はほとんど間違いなくそこがうまくいってないと言っても間違いないと思うんですね。間違った方法で性交渉をすると、体の電気がその解消しないだけじゃなくて、過充電というか逆に充電されるような感じになるんですね。でそれがですね、なんていうか、食事の間違いによって加速されてしまって、正しい食事をとってると非常にノーマルなんですけど、本当に5日に1回ぐらいが自然になるんですけどね、正しくやってる。行っていると。ところが間違った食生活をしていると、精神経っていうのが余分に刺激されてしまって、非常に具合が悪いんですね。